家族に関して気になったのが、やっぱり、まず、あそこでインパクトが多いのは、うん、愛宕町の暴力団事務所ですよね、うん、あれ。だよな。まず、あれがもう相当イメージがあるとしてますね。あれもね、昔の、あの人、あの、事務所はね、今、10、何年目かな。10歳ぐらいのようなレッドなんじゃないかな。あれ、昔からあそこにあるんですか？あれは。あそこにあるのは何か意味あるんですか？昔からあそこにある。それは、もう、自分なんか子供の時からあったでね。あ、そうですか。じゃあもう、そこ昔からあるんですか？もう、自分が生まれた時にあったでね。地元の人もあそこの国の方もおいたんで。ね。なんか、このスピードの人も結構、あれ、今日の人からです。はい。暴力団ってイメージやっぱり、まずあれがあるんですよ。あと、愛用会田辺組っていうのが昔あって、銃撃事件ありませんでした。平成の初めぐらいに。もう調べたら出てくるんですよ。銃撃事件あったってあそこで。どこで入ってんのかね。裁判記録探したらあったんですよね。そうだ、ね、昭和63年5月、うん、昭和63年に、こんなのが出てくるの、ね、寿司。花出海事務所前路上の寿司くらいから、当時の人が出てきた。これは、花出海と違うんだよな。これは、あの糸は違う。違うかも。花出海、どこにあったんですか？これは、もっと海の方から、探せるな。探すの方から、探すの方にあったんですか？探すではないよ。探すではないよ。ずーっとずーっと。まずはその問題だよな。はい。けど、まずその問題だよな。その、ゴルフだと決めたのはあれよ。野球サッカー。はい。一応やっぱり、今、そうです。まあ、そう、地元の人には大体、地元には大体、それはさ、そういうのやったらな。今の暴力団の方はどうかしらね。だって今でもそうじゃないですか。地元の人とあんましトラブルになるとまずい、まずいじゃない。それは。まさやけど、今は昔の、そういう暴力団の人とは、自分らもそういう感じの人だったから、やっぱりなんかね、あんまり、怖いイメージはな。自分らもそういうことするかもしれない。わったわけで。自分も、殺人だね。殺人だね。いやいや、僕はかな。いろいろするといいわけで。殺人だね。納得した。だから、その、いや、その、ああいうのイメージやってる。自分自身が、わしっていうか、イメージが悪いのにさ。はい。やっぱそういう、あれは。わしらにとっての一般の人は見てるさ。そこら辺となって教育者に見えへんから。それで調べて。まあ、そういうダメで。そうですね。その、あれ、この話が、まあ、そういうふうに。言われるのがさ、あまり影響せんだもんで話をしたから、あったもんでさ、で、ちょっと思われるのはさ、結構やけどさ、あの時期は、それ昔から、まあ、そういう時の、俺の親の話でもさ、もう、楽しようから、いろいろ仕事でもな、今でもそんなに契約とか、聞いてますよね。あ、はい。あれまあ、特に、あかん。そういうの、そういうのやめようっていう話は出てこないんです。まあ、
どっかにするかな、やっぱりそういう何でもかんでも、あかんわな。でも実際問題、なるべく多少なりそういう、はい、コンタクトが予想するかが多いからな、もしくは、うんうん、やめようやめようとか、助けてもらった時もあるし、困ったけど助けてもらった時もあるし、例えば道路で何かがあった時とか、はい、それで今でもそういうふうに思ったことが、まあ、安心になったんやろな、うん、エスカレートしたわけな、うん、だからね、まあ、動画で、うん、まああれも本当かどうかわかんないけど、なんか中川原の人が僕になんかメールよこしてきた話したじゃないですか。中川原の、まあもともとあの、あの、童話じゃない方の中川原ですね。じゃあそう思われるからやめてくというようなことを言ってきたのがあるんだけど。中川原ってな、バイバスって大変なスポーツがありましたよ。あれハウスってどこでどこでどこ行ってやった場所どこでどこ行ったどこ行ったあれハウス。お前全部やったのは、あゆいちゃんですね。あゆいちゃんどこ行ってやったちょっと多分、今10かながらになったと思うよ。まあ、大体どこでもそうですよ。地名は、その、自治会の区域っていうのは一致しないでしょ。カレーハウス、これですか、うん、うん。でも、この石があるの、これさ、この道路沿いです。これがバイバスです。県道屋さん。な。これ、県道から、フランス屋だと言われた、昔は。うん、ここですね、そうですね。うん。はい。県道から東屋だと言われた。県道から西は大洋町。はい。昔のイメージからすると、新鉄道がございますか。え？新鉄道。新鉄道の津に、津、うん、にあるんですよ、新鉄道。息子はちょっとわかんないけど。新鉄道ですね。これですよ。あ、これ。斜めに走ってる。はい、はい、はい。これも新鉄道が走ったんですよ。まあ、確かにね、なんか、特にね、鉄道が通ってたみたいなの。昭和ね。昭和。はい、何年かな、そういうのが出てくるわけ、はい、それで、上行ったら、これを電車がずっと走っとって、はい、っていうのが書いてある。あ、書いてあります。これずっと松川だと撮ってますよ。松坂はい。で、この県道、近鉄道路、はい、あの、はい、この一帯で、はい、大陰町は、この内部。はい。大陰町は、この大陰町。あ、はい。赤部町は、これ。はい、はい、はい。っていうことでやったと思う。そういう感じですわ。はい。ただ、今は、この辺りみんな音でって言いますよ。音で。はい。この辺はみんな中、この辺もみんな中がある。はい。中がある陰性がいるのを言いますよ。はい。まさか大陰町ですわ。はい、こういうところ。なんか、新宿施設があるけど、そんなん申し訳ありませんね。はい、はい。この辺一体の場合はですね、中で。中で、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 どのパンですか。これなんですよ。これ、ここでしょ。はい。ここに見えます。ここでしょ。はい。これ、左側の面から。ほんで、はい。お店で、あの、手に。はい。こうやら。ここに見えたんだけど。ここ。ああ、はい。うん。それは、その、全部。見つかりそうです。あ、そうです。はい。これ、かなり昔の家が、今、作業として貸してます。はい。はい。僕は、あとは、病院みたいなのだと思いましたね。はい。子供会の会見をしました、私は。はい。これ。はい。うん。
これの、あの、この、これ見てるあれ、この、あの、話だけどね。あの、自分たちに、ここへ、来てたら、はい。今の、ここはもう、はい。あの、やり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 、やそれ、俺はもっと、俺の頭には当たるじゃないかな。あれ、必ず単にしてもね、無視させるがあるよ。自分、松坂の人間になっていってたんですよね。ルーツをたどれば。で、いや、母親はどうだとか言うけどね、そんな何とでも言えるじゃないか。で、松坂なわけでしょ。ハイウッドのね、昔の地図はずっと見てきたんですけども、ほとんどの人はルーツをたどればどこから来てないのか、ハイウッドとか、あの辺り、探すとか。昔のことはハイウッドで、あの辺りちょっと待ってやる。そうですね。あそこは。はい。今日、富士がその時のコンタクトを開ければ、ね、はい。そっちへ、はい。そういうことで、はい。そして、はい。で、次のハイウッドで。はい、出ている配信で、はいはいはい、今はそのこの辺でさ、はい、そういうのが楽に上がって、はい、浄化して、はい、こういうのはい、そういう力なので、はい、やっぱりそういうそういうところを見てみたいなと思ったら、はい、そこの住民にはコンタクトを取る、今日原発の慣れて読んだものを使える、原発を作る代わりに、さあ、復帰してと、うん、要は、原発も、ただ嫌がらもんじゃないですか。はい。要は、うん、住民も、住民たちも、やっぱり嫌なもんじゃないですか。はい。住民は、はい。まあ、ちょっと、広がる必要もありますよ。はい。さっさらだし、はい。そこにも今日は、俺がそこにおります。はい。覚えてますよ。はい。だから、その方が、その、お役所さんのためには、実は、やっぱり、老衰であることも、今回知ってますよ。はい。という、あれば、お役所さんは、その様子がおかしいのを直せた。はい。直しますよ。同じですかね。そういうのは結構、これを。まあ、不都合ないんですわ。ただ、この、そういう VK なんかあるから、声がありますよね。はい。それでも、今日は、はい。そういうような、そっか、方だとか、そういうような、そういうことを探す。はい。そこは、どうなることでしょう。そうなんですよね。そういう施設を作るときは、大体地元の何かしら覚え合わせみたいなのを交わすんじゃないですか。そうなんですか。それはいろんなところでありますね。それは、それはあります。はい、作ってる。それイコール、お前はどうやって作ってるの？あれを作ってるね。そしたらそのコンタクトの理由になるじゃないですか。市民館ありますよね。市民館の職員っていうのは、やっぱしあれですかね。田辺さん関係の書類なんかもそうは作ったわけですよね。そういうことはありますね。あ、そうですね。いや、自治会なんかの仕事も相当あの市民館が手伝ってる、やっぱりそうですね。市民館と、あと児童館。はい、今の、話と、はい、自分の子供の時の話ってまだ昔なんですよ。私はちょっと知ってます。あ、そうですか。宮野先生の、もう今のことは知らないもんで。だから、警察はでも市民館家宅捜索入ったのも、やっぱ自治会関係の文書があるので、今の話ですからね。今、昔はわかるんじゃないか。それ、昔ってこの、あの方が自治会というのはなってからっていうのは、まだ写真がないから。そうです。うん。昔は、やっぱり、まあそういう市民会があって、
まあ、地元の子供、子供たちね、あそこで勉強を教えてもらったり、はい、そういう感じです。はい、絵を作られませんわね、あの地区だけですよ。はい、はい、無償で。ああ、なんか、はい、あと体育台は、あと体育の子供の運んだり、はい、それでまあ、まあ、ちょっとあれ高くなってるとやっぱり、ね、あのそういう地元の人が臨時職員みたいな形でそこへ勤めさせてもらったりとか、はい、例えばお風呂の電話番台の仕事とか、はい、公園の仕事とか、ボイラー立ちとか、はい、ということで、ね、そして、まあ、要は言うだけじゃないけど地元の人を潤わせながら、まあまあそうですね、そうですね、うん、はい、そういうイメージで、全然、まあ今、そういうことが起こるから、市民さんとか、トランジットの話は思いませんでしたけどね。わかんないよ、役所の人権政策利器の仕事って何なんですか？これはちょっとわかりません。人権何ですか？人権政策理事さん、今松下さんの人事異動あったから、うん、今もそうなんですかね。人事、あ、松下さんね、人事異動に戻った。あ、はい、よく知ってますわ。そう、子供の時から。今確か市民館の館長でしたっけ？あ、それは知りません。ちょっと松下さんが何人かいて、何人かいて、でもそういうことが当たり前になってるんですよ、ずっと。まあ、こんな事件があるのは、そこまでなかったかなって思うし、昔は。そう、市民館に対しても、児童館に対しても、昔はそのようなことがありましたよね。そう、私は、あれでしょ、地元の今なんかはそうで勉強してましたね。県内の方から、あの、生産してもらってね。はいはい、はい、よく自分の子供の時によく、はい、あの勉強してたんだけど、あ、それ勉強してましたよ。はい、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 そうね、童話大賞やってたやつは大体そういうことをしてますよね。学校は一年はそういうことするのが当たり前の感覚なんですかね、今の。今は やってないんですか、ね、うん、今のこの、要はその事件性があるようなことは、まあ、昔はなかったと思いますよ。まあ、まあ、事件性はなくても、特別対策をしてたら、やっぱあそこはどうだっていうふうに、みんなが、言うでしょ、今ね、思うっていうか、うん、そのやっぱ特別な地域だってみんなが思いますよね。いますね。そういうのも、要は、そこから見たら、なんであの地域だろうっていう。市民館なくそうっていう話にはならないんですかね。ならないんじゃないですか。どうしてなんですか。やっぱりそれ、子供たちのためとか、あの、住民のためになるもんじゃないですか。それあった方がいいけども、一方でやっぱ そういうものがあると、やっぱあそこは特別な地域なんだっていうふうに思われませんか。その点の感覚を見せては、うん、まあ、その、あの、地域の人から見たらどう思われるかわからないんですけどね、地元のものからしたらやっぱり憩いの場みたいな。子供たちが集まって、要は粘土作りしたりとか、そういうのはやっぱりなくそうと思いませんよね、地元の人がたくさん。大人のためのようじゃないと、昔はまあ、大人が、まあ、こう、要は稼働したりとか、盆踊りとかしたりとかも、はい、あったら、まあ、日本レクリエーション的なものね、そういうのもやっぱり。楽しんでる人からしたら、マスクってことは、まず考えられないですか。お金もあまり考えられない。そうなんですね。個人ではありませんね。それは、あの、市民会みたいな、書くことはどこでもありませんね。そこでやってませんね、そういう。はい、はい。
人はそういったり盆踊りしたりヨガしたりとかありませんか。はいはい、うん、それと同じじゃないですか。なくすっていう考え方はないんじゃないですかね。それこそ今回の、そういう人にそういうことを考えたものがあるから特に悪いイメージがあったというのがまだあるんですけど、今までそんなことなかったんじゃないですかね。それなんか僕が何が何か全然わかりません。今この空白の時点に関しては自分はね、やっぱりね、そのまず市の職員がすごく恐れてるというか、恐れてるし、であとその他のその県、まあ土建屋さん他にもいっぱいありますよね、寿司に。そういうところからの、そのやっぱり評判がものすごく悪いんですよね。はい、やっぱり、その寿司っていうのは一番そのいい加減だと、そういう東京事情関係は。まあ寿司なんかカラスなんかもいい加減らしいんですけども。うん、四日市屋とか松坂いくらだとやっぱ寿司はいい加減で、それで、ダメだと思うんですね。それ、地元の業者から何度か電話かかってきたんですよね。なんていうのかな。まあ電話かかってきたのは、これ、北工事事務所に、慶和地区のあのやり方は何とかしろって何度も言ったと。やってるのはひどいじゃないかと。で、それは、いい加減の方が楽だし、金入ってくるのは常識としてもありがたいけども、自分も納税者だから、あんまひどいのだと、ちょっとこれは見逃せないぞっていうことで、結構ね、北工事事務所に行ってた業者がいるんですよね。その人からすると、やっぱりあの、慶和地区の評判ってものすごく悪いわけですよ。私、それは寿司のそういう公共工事絡みのそういう無駄遣いとかもう汚いとか皆さんの同時絡みが出てると、なんとかしようっていう感覚なんですね。だから、まあ何年かの業者からは、まあうちによくやったみたいな絵はかかってくるんだけど、やっぱり、あそこはもう悪の根源みたいになってるからって。だから、業者として、でもその業者としての立場とやっぱ納税者としての立場っていうのがあって、でも納税者の立場からするとさすがにこういうことをやらされるのは我慢ならんっていうところがやっぱりあるんですね。同じ金もらうんだったらこういう汚いやり方をした自分らの手を汚すようなことをさせられるのはかなわんっていうような考え方なんですかね。これがちょっと吹き出してるようなところが、今そういうのが、そういうのが、そういうようなことが全国で世界中で、あるけども、あるけど、あの、あいつもやったので、これもやるので、あんてませんよ、あって。でも、その、まあ、三重県でも全部は全部じゃない。そういう話は出てきて。まあ、松坂のあたりはだいぶまともだと。四日市のあたりもだいぶまともだと。寿司はひどいけど。これはあるかもありませんね。まあ、確かに全国あちこちでもまあそういうことあるんだけども、いや、だからといってそんな、まあ、寿司みたいなことがそんな全国そこでもあるかって言ったらそういうことでもないんで。ないんで。うん、ないけど。それは限度があるだろうっていう。限度はありますけども、いろんなのは。
それでもそういうことで。まあ今ね、我々の礼儀のところに伝わるかっていうのは。だから、やっぱそういう悪評っていうのはやっぱり、父自体に伝わるんでね、あそこはああだとか。人の、陰ではそれはもうボロクソですけど、もう陰で言われることはそれはもうボロクソで。なんねえ、もう言うなと言っても人の口に当時は立てられんから、やっぱりそういう話は広がってしまうんで。加藤さんなんかもそうだね。言っていたように言わせるっていうのは多分できないか、デビューだとか、あの会話とか。それまではね、人間の尊厳だったな。やってても、まあそうですね。それは上がないんですかね。パチンコでもそうですかね。そういうことです。パチンコで玉出して、そのステージを打って交換するわけです。で、撮影が一番多いですかね。だから、だったらそういうのはやめにはいかないんだけどね。そうもいかんというのかって。それがなくなるのかな、手本がないですかね。いいね、問題なんかの手でもですね。いいね、問題の手も同じだと思いますし、今、汚いものに使うというか、そういうことなんですね。そういうですね。それを、そういうふうな使う手ほど、ある程度クリスマスとわからないけど、人間は嫌なんだけどさ、去年と来年はあったわね。そうそう、はい、寂しくて子供連れたりとかして、はい、そういうもんは辛いもんではないけども、ちょっとそういう風はありませんね。そういうこともあるんじゃないかと思うんですよね。そういう問題に関しては、奥底ではね。まあでもこれから多様性通して、新しい時代ですからね。新しい時代ですからね。新聞のことですから。前の自治体はあれどうする、もうただ解散しましたね。解散して、だってあの負債はどうするんですか。田辺さん全部どうなんですかね。全部押してる、あの補助金も返還請求が多分したら来るけども、万が一じゃあどこに来るんだっていう。市役所の職員がやっぱ捕まります、うん、なんだっけ、そういう気持ちがありますけども、今の状態だと、なんか死の人間は誰も喋らないですからね。別に全部突破に喋ったりとか喋ったりとかじゃ逮捕されると思うけど、まあでも田辺さんがもう喋ってるんじゃないですか。まあそうしたら先ほどかもないけど、まあ死にとしては受け取った処理を全部処理になるので、次に何ようなことがあって、話が。要は、何でしょうか、ぶっちゃけた話すると、要は、
万引きして、見とるけど見てなかった。はい。と、そっからだけどね、止まんの。万引きしただけで、まあね、逮捕されるのは。そう。人見とって、今はですね、まあ、後から飛んだで、金品だとか、回っとったら、アウトですね。なんだってね。多分補助金の申請書類とか、市の職員作ってたんじゃないですか。そうだよね。だから、警察はどこまで把握してるか知らないけども、まあ書類とか、まあ、パソコンとか押収してたら、誰がそれ作ったかっていうのも、まあ、黙ってても、バレるんちゃうかな、と。どの職員がそれ作ってたかっていうのも、まあ、調べたら、何かしら証拠が出てくる。ていうか、もうすでに出てきてるんじゃないかな、って気がするんだよね。それが中央市民館の可能性があるか。多分、中央市民館の職員が誰かが変わってるから、変電所でそんな話で上がってますよね。うん、はい。だから、まあ、警察もいくら市の職員が黙っても証拠は、いくつかは掴んでるだろうとは思うんだけども。はい、そうそう。可能性はないですね。そう。そうなんだ。早いと思いますよね。清掃官から。うん。早いと困る。平和、ああいうちゃいなっていうことね。思いますけどね。今度は、やめたね。考えなんだけども。やっぱり市民館とか動画シリーズ残ってる以上はまた同じことをやりますよ、誰かが。可能性はありますね。やっぱり、役人っていうのは、表向きでは差別をなくしましょうとか言ってるけど、プーチンだと聞いて怖いわけです、動画が。動画は怖いんですよね。怖いだけでも、さっき言ったように、そういう処理施設なんか問題なんですよね。まあいろいろ弱みを握られてるってもあるし、負い目があるっていうのもあるし。あれはね、健康の問題なんかありますよね、こちらは。そんなんでありますよね。新しい空港作るのに、そんなんもありますよね。いろいろ。まあ、どんだけやれても、まあ、さっきおっしゃったようにね、まだ終わりごとが、コンプリートからそうなりますよね。学ばんでね、人間も学ばんでね。あ、そうか。ある意味ね、なんていうのかな。愛用庁ってあれ場所としてはいいんですよね。結構市の中心に近いでしょ。そうですね。本来だったらもう再開発して住民が散り散りになるのが普通のような気がするんですよ、場所としては。うん、普通に。子供の頃は大悟なんかよく賑わったんですけどね。ああ。あっても良かったし。今、蝶はどこも下げれへんもんね。本当に、それでも、先に、あと何十年かしたら、本当にね、実際はもう、子供もいないですね。その人も元中が晴れてる。ああ、そうだよ。そうですね。家族が元気ですよ。子供もあるんですね。そのあたりってね、住んでる人って、田辺さんもそうですけど、ルーツをたどったら、やっぱよそから来てたと思うんだよな。そうですね。自分らはもう地元だと、もう、本当に、うん。出ますけどね、今、年上の方なんかでも、どこから来たとか、あまり自分の先祖のこと、自分の、父母とか見たことないんですよ。あ、父親方に。
あ、それはまあ普通に多いですね。だからわからないです。3世代前だとわからないっていうのは多いですね。どういうふうに感じて連れていたのか。戦争が終わって何もない時に、バラッと迷ってたとかね、はい、それは、いつだけども父親が、よそから、はい、取っていた、はい、途端で、彼が手に過ぎましたけどね。はい、そうですね。海沿いのあたりでは多分そうだった。たっぷりで。そこの、昔の地図とか見たことありますか？ありますね。普通に今昔マップとかで見えますよね。なんだっけ、YouTube で都市スラムとかね、スラムとか行って叩かれてたけども、でも実際そうだったと思うんですよ、これ見ると。多分、伊勢湾台風の被災者だとか、例えば明治時代からその、農家より土地持ってない人がこう集まってきてたんじゃないかな、いわゆるその労働者っていうか。日雇いの仕事してるような人が集まってきたんですよ。多分戦後バラックみたいなのがいっぱい建ってたんですよね、実際どうなんですか？今ああいう人にヤクザいるんですか？もうそれ大変じゃないなと思いますよね。今は年金の人いないんじゃないですか。じゃあ、愛宕町のあれは、愛宕町のあの事務所は、ただよそが人なんですね。よそが人なんですね。はい。年金の人いるんだろうね。はい。じゃあ、確かにおりますよね。あそこ、大阪にいますよ。今はいないぞ。今はもう地元に、地元の人がいるんだろうね。よその人ばっかりですね。みんなの年代で。うん、何ぐらいで知りませんもん。まあ、追いますけど、確かに。薬物絡みの話はそういうの、スリートが。あんまり聞かないですね。もう今は聞かないじゃないですか。それ昔の話です。まあ、確かに多いんじゃないですか。けどね、どこにでも起きますね、薬物絡みは。どっちもまあそこまで言うもんではないが、今、明日は確かに多かったらわかりませんね。ああ、そうです。日本なの、そういう政権とかありますもんね。ああ、そうです。まあ、これで、若いもんが、ああいう買い物系に手出してますやろ。買い物系に手出してるんですか。日本なんですよ。ああいう、ラッカシンナとか、そういうのを作ったりしたけども、今の車が、リスクを、車にまでリスクを編んでも、買えるみたいじゃないですか。ネットやらかって。ああ、めっちゃ高いので。でも、そんなにやってる人はいないと思うんですよ。そんな多くはね。おりません。いるんですか？いると思いますよ。いるんですかね。いると思いますよ。ちょこちょこ捕まってません。まあ、ちょこちょこ捕まったり、それが、やっぱり、それ、一般の管理が広がったり、子供の、いや、家族管理ですか？はい。今は、だから、まあ、この事件、今の、あの例の事件を除けば、はい、おそらく、この事件の管理っていうのは、ちょっと、変わらないんじゃないですか？そうですね。まあ、いつらのやつ、まあ、なんか、しかし、まだ面白いなって言われました。はい。検挙率も、いわゆる警察のコンテストで、はい。自分らが道路交通法を守らないってなったのも、はい。警察が目指すだったら何年もありましたね。ああ、そうなんです。昔は。めんどくさいけど、でも。今はどうなんですか？今も、なんで。あ、もう普通に捕まりますか？捕まるんじゃないですかね。昔ね。今だったらわからないですけど、正しくて。はい。警察官の若い者の記者が、はい。聞いたことあります。はいはい。もう今はもう、もう空き家になってるんで、なんかもう、ちょっと、黒ずんだビルがありますね。警察の宿舎。
なんであそこにあったんですか。それもわかんないですね。なぜかあそこになんで警察の宿舎があったのかってよくわかんない。そういうことないですよ、あの辺りで。やっぱ警察行ったり。あとは、これをやっていく。はい。道路交通法。まあまあ、毎日。当たり前であっても。ああ、そうです。それは警察官のせいですから、ね、私は。ああ、そうです。あの辺だと。そういうの気になったんですよ。あそこにね、なんか、日本童話女性会とかなんか、あれなんなんですか？なんなんですかね。なんかエセ童話っぽいんですよ、あれも。あれも、ちょっと、でも、あれも、そうなりませんね。あ、そうなんだ。はい。あと、熱海町やブラフ解放道路の事務所で、あれ、誰かいるんですか？そこ。ガラスだけで、ね、形だけで何もないんで、マックス様もなんかブラックアイフォルメって言ってもあれもあんまり意味はないんじゃないですか、実体的に。実はですよね。でも寿司はブラックアイフォルメの活動実体ないんじゃないですか、知ってるか見にして寿司できますね。あの形だけでやってないわけですよね、なんか活動と。それもなくなると困るんですけど、また。ん？そう、活動がありませんね。そういう、世間のね。なんか問題はやっぱ役所だけだと思うんですよね。そうね。でも国会でも一緒やな気がしますけどね。国会でも一緒やな気がしますけどね。国会でもというか。あの中の。ああ、まあ、中央の役員もそうですよ、それは。それは。童話に対しての見方っていうのは、地方も地方もあんまり変わらないんですけど。童話だけの企業に対しても優遇しませんか？企業に対しても、事業企業に対して優遇してませんか？企業というか、まあ、相手を見て対応してるんじゃないですか？そのやっぱり。あの、明日の方が、今、自分の好きなことが、喋って、人がおりますよ。ああ、はいはい。はいはい。そう思って言っても、でも危険なことはないし、関東のあたりは、事業やってないところがいっぱいあるんですよ。東亜事業も何もやってないところが。うん、あの NPO 法人とかも怪しいのよくあって、基本もね、NPO 法人とかも怪しいのがよくある。怪しい。怪しいのが多いのは、埼玉の時ですね。埼玉とか言われてる、怪しい NPO が多いの。あれは SLO があるんですよ。うん、神奈川県は今はもう神奈川ない。まあ、やっぱり人間考えますよね。そう、詐欺まがいのことは。あれ、そうですね。何でもやりますね。そんな悪いのかな、考えます。そういうわけではね、あの、生活するのは、要は、おったわけですよね。江戸時代からでも。人間、無用は、農民時代から人が取ったらね、もう、かっぱなったりとか。まあ、それはいつの時代でも、それはまあね、世に盗人の種はつきましたって言うんですが、どの時代でもそんな、いますよ、それは悪いの。それもね、まあ、まあ、なんか、そう。これと、あれと、飲む、使うですね。前橋市長はどうですか？もうダメなんですか？ダメですかね、あの人は。ちょっとダメだな。だけど、前橋市長次は誰？手橋はわけでなくて。手橋はわけでなくて。そうですね、同じ候補だそうですね。あの前橋さんの次、誰かっていうのはもう、伝わってないですよね。もうそろそろ後釜を探そうっていう風になってるんだけど。噂では小林長野もこの間新聞で戦われてた。小林長野あの人も市長を狙ってたんだけど、でもあの人は敵が多そうですよね、小林長野。お互いしてましたね、この三宮の件も小林さん。そうです。昔話そうな人がね、市長を手に出た。え？そして出てたことがあったんですよ。探すというのに、あ、そうです。それも、反逆じゃないと。反逆なんですか？でもそんなんじゃ当選しないですもんね。あるんですよ。カーセイング。
そのせいで出たんだな。そうそう、何年ぐらいかな、15年ぐらいかな、変かな、15年、20年くらいかな、長そうですよ、わくわ。あ、そうそう面白かったですね、あの辺の人たちがね、最後の人を送って、一緒に出たんですから。あ、そうそう。今度もありますね。今日はあったんです。今はその日から育ちいてね。はい。やってましたから。環境だね。環境の問題だと思いますよ。人間ね。だからさ。幼齢体重やるほうが、せえへんの人間でも、一緒にね、まあ、その、古くは違ったんですけど、見せてて、あの、結構して、そう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 、まあ人間ね、誰しも根本の部分は変わらないですからね。まあ目線があるからね、歯止めを待つのもそうだし、目線があって優しい人でも冷たい人がいますしね、それはなくて貧乏でも、あの優しい人はいませんか、面白いと思いますよ、日本語はそのこと言いませんけども、あの本でその頃言うのは面白いんですね。あの、スピードで、あの、あげたら手を上げてると思ったんだよ。あの、スピードキング見えるんですか？あ、はいはい。スピードキング。あんまり僕会ったことはないですけどね。あんた、かなり過ごしてますね。あの人は、あの人はよく知らないんですよ。ネットに出てるぐらいで実際会ったことないです。だから、スピーカーで包丁してたらしいですよね。僕会ったことないです、あの人は。ふざけてやってるみたいな感じでね、あんと一体に立ち、ちらっと入りましたからね。誰なんですか？海洋庁側で。海洋庁側ですか？スピードキングの宮城からに関しても、そういう意味があったみたいなんやけど、これはやっぱり宮城からの皆さんをやっぱり調べたみたいで、あっちの子がそうだ。あ、そうです。うん。あの人が人が変わる。だから、あなたが言うのって言うのもあって。ああ。私が聞いた話を。誰が聞かれるんですか？誰が聞かれるんですか？でも、スピードキング訴えるんですよ。それ面白いかもしれないですね。まあ、いろいろ。まあ、そうです。まあ、それはね、その、動画というのは興味を持ってるのもね、やっぱね、あの、海洋一丁に関して僕は思ってるのはね、やっぱもう市民館とか非常館もやめて、もう桜湯もなんかもうちょっとね、頻度ぐらいで上げていって、で、最後は廃止でいいと思うんですよね。よその人から見て、そこは童話地区だって言って、いい印象持たないし、楽しいものじゃないじゃないですか、どう考えても。なんか悪いイメージばっかりつまとってて、何にもいいことがない。あ、ないもんなんかがあるんだろうかもわかりませんけどね。その、どうはって言われて、いいように思う人なんて誰もいないし。普段住んどりはそんなことが言えませんもんね。どうはそうはって言ったら。うん。で、それを悪用する人があまりにも多すぎるし。まあ、田辺さんの事件もそうだし、関西結構捕まってるんですよ。和歌山であったりしょ。で、もうそれだけやって、奈良で、奈良で平山って捕まったでしょ。で、伊賀もありましたよね。伊賀もありましたね。伊賀はあれまだ捕まってないのかな。伊賀はまだ捕まってない。伊賀は捕まってない。あと、そばであんなやつか。だからね、そばでありますよね。そう、山本高田で捕まって、で、あとは、市場なわって、だからもう、まあ、もう片手の指じゃ収まらないぐらい、もう、ここ何年かに捕まってるんですよ、動画絡みで。
極まりにもその 悪用する人が多い。だからどうやって言われたら逆に怖がるから、なんかそれを悪用する人はあまり多いし、で僕のところにたまにね、なんかね、そんなのもあったんだけども、そのなんか子供の結婚相手が遠わらしいみたいなことを言ってくるんですよね。で、じゃあ僕はそこはどこだって言われてね、そんなのなんかあの高島市だったかな、滋賀県の、いや高島市だから僕はね、いやどうやってね、高島市はあそこはもうとっくの昔に土下座をやめてるからって言って、それなんかあったからって、じゃあ集団の押しかけってくれたんってこと絶対ないからって、高島市の場合はっていう風に言えるんだけども、だけど愛用市長みたいなああいう事件あると、津市なんかだ、津市の場合だと胸張って言えないですよ、安全です、あの何にもないですとは言えないですよ。いや、津市に関してはもうああいう事件があったし、役所がその部落恐れてますよと、津市に関してはっていうふうに言わざるを得ないわけですよ。そしたらやっぱ相手の反応しては、そうかっていうことになってしまうので、それはやっぱ思いませんけどね。それは形だけ差別してはいけませんっていうのは簡単なんだけど、それは文字通りね、そういう おかしな優遇とかもやめて、役所もその特別な扱いはしないっていうんですよ、胸張って言えるけども、やっぱ寿司だとか東みたいなところがあると、あやっぱあそこはやっぱおかしな地区じゃないですかって言ったら、それはおかしいですねって言わざるを得ないわけです。いや僕変わりませんよって私も言うことですよね、あんなことやってたら。本当にそれをなくしたいっていうんだったら、じゃあもう本当にやめましょうって、何もいいことないし、でも結局は言ってもなくなる、そういうこういうふうに思うのだけじゃなくて、それを食べてどうあれだって、どう食べてもやめましょうってなって、どうあれ食べてもやめましょうって、まあすぐ皆さんにそういうようなことに関して、まあ、お二人の気持ちはまあ、わかりますよ。うん、その、差別をなくそうって言っても、それはしょうがないですよ。それ人間に、それ、襟物にしますよ。特に恋愛なんかそうですよ。やっぱこう、もろにその、ね、もう見た目とか歳とか、その、ね、その、お金持ってるかどうかで差別されるじゃないですか、人間って。その能力とかに。それは、ビビとか、それはどうしようもないけど、でも役所が優遇するのはそれ自然なことじゃないですよ。意図的にやってるでしょと。やっぱりそういう狙うはね。そうそう。自然に人間の性としてっていうんだったら、まだそれはしょうがないから、じゃあね、自分でその結婚するにしてもね、相手が違ってるのは無理に結婚したりとかできないわけだから、じゃあその会う人を探しましょうっていうことになるんだけども、役所がやってるっていうことはそれ意図的にやってるわけだから。それ仕方ないじゃ済まないわけじゃないですか、意図的にやってるわけだから。やめれるもんだったら、じゃあやめようっていうふうに言わないと、用語のしようがないというか、やめれることをやってるんだから、そういう本人が言っても実際国もやってることがあまりにも汚すぎるから、それ嫌いな人を好きになれとは言えないけども、でも、役所がやってることは、それやめようと思ったらやめるわけだから、やめましょうよっていう。やめましょうっていうのはやまないのが、まだ世の中ですよね。でも、まあ、その、日本全国的に言うと、そうかもしれんけど、でもやめれたところはやめれてます。やめれてますですかね、大阪とか、京都にしても。やめれたって言っても、やっぱりそうやって見えとるだけで、やっぱり失策は残ってるかもわかりませんよ。大阪なんかもう昔では考えられないんですよね。京都の久世のなんかその部落のど真ん中にこうね、建て売り住宅が並ぶなんて昔は考えられなかったわけですよね。だけど、まあ相当昔に比べれば、だいぶ変わってるんですよ。大変よりもありますよね、そういう建て売り住宅が。食べて知らんところで、そう思います。まあ知らんでもこう
知らんでも別にいい人じゃなかったのに言えって話で揉めとった人になんでこのやつやと思うのが早くなったまあ別にそれいやまあ別にそれ黙って売るのは勝手なんだから別にそれはいいんですよまあでもそれでどんどんまあ知らず脱いじゃどんどん人がそうやって買っていってしまえばねもうそれが定着してしまうんで、そういう状態になればいいんじゃないかなと思いますね。異常なことはやめた方がいいんじゃないかと、あんまし。まあ、全然異常なことつっといてもんだけどね。でも異常なことつっちゃダメですよ。やっぱね、やっぱ楽しいことして稼ごうっていうふうに思う。異常なことつっといても中にもんだけどさ。そうでしょ。そうそう。だから異常。ってなってさ、犯罪でさ、犯罪ありませんか。ただでさ、やってるのも、あれ犯罪だし。警察も犯罪なくなったら、何もすることありません。犯罪があれ警察ぐらい出すんですよね。私まあ警察も天下り団体とか作ったりしてやればいいわけね別に、まあ、人員減らしておかの仕事すりゃいいわけね田辺さんのあれはないでしょうって思うなんすぎやね役所の人にそんなだって若い職員がかわいそうじゃないですかあんなんさせられるのね須磨さんまだあれ移動してないんですか何がいたんですか。でも木村さんも危ないんじゃないですか捕まるとしたら。いやいや大丈夫さしな。うん。何がやばいかな。止めるかもしれない。逮捕されるか止めるか。捕まるとしたら捕まる。でも本命ですか。いやでも南さんよりどうなのかな。でも木村さんの方がやばそうな気がするんですよね。南木村もない。なんだよ、ね、だけど、噂はなんか警察はどんどん狙ってるみたいな話もある。その、目視やな。まあ、どんどん南、北、あの辺りの目視やな、その目視やな。